にちは、セコンドルームのあつさです。今回私たちはまたまたベルリンへ向かっております。前編後編とベルリン編が2本続きますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。今回のベルリンはヴィンテージショップ巡り、様々なヴィンテージショップを巡ってまいりました。もう本当にね、なんだろう、この新しい感覚をもらえた、すごく新しいインスピレーションをもらえた旅だったので、この動画で皆さんにもこの新しい感覚、新しい波が伝わっていただけるととても嬉しいかなと思います。それではどうぞ。ベルリンに到着してすぐ、ガクは美容院の予約があったため、私たちは近くのカフェで一休憩をすることにしました。ここのカフェの雰囲気がすっごく良くって、コーヒーもサンドイッチもとても美味しかったので、とてもおすすめです。今回私たちはこのベルリン旅で計13店舗のヴィンテージショップを巡ってまいりました。この前編では7店舗の紹介をしていきたいと思っております。濃い内容になっているので、ぜひ最後までお見逃しなく。最初にやってきたのはこちら、ファイナルレイヤー。 YouTube で見つけて気になっていたお店です。シンプルな店内にデザイナーズヴィンテージが並びます。あれだね、ここもレディースとメンズがごっちゃ混ぜな感じだね。そうね、分かれてない ね。この物量だけなんでしょ。これだけだと思われる。めっちゃ少ないね。少ないで厳選だね。ね、厳選中に厳選された。厳選中の厳選でございます。ここの2枚ぐらいかな、男の子だったら。うん。この T シャツがね。ローリングストーンズ。これはいつまぐれ。あ、これか。それは何なん？ジーザンをリメイクしてあるかな？シャバシャバシャバって切ってんの？はあ、すげえな。もう本当にこれ1枚をシャバシャバって切ってんの？うん、多分。すごい。メーカーは？わかんないの。でもユーロ表示だよ。40、サイズ40ってこと。わかんないけど、まあ、かわいいじゃん。かわいい、うん、かわいい、これ涼しそう。コムスギャルソンですね。コムス、コムデギャルソンや Y3 など日本人デザイナーのお洋服も多く見られました。レディースよりもメンズものが中心のお店。男性の方でデザイナーズヴィンテージがお好きな方は一見の価値ありだと思います。乾杯。チェス。ウィッチ。あ、好きそう、似合いそう。こっちがメンズでこっちがレディースなのかな、なんとなく。おお、似合いそう。それもいい感じ。こちらのお店も YouTube で見つけて気になっていたお店。先ほどのお店と同じくデザイナーズヴィンテージを取り扱うお店です。レディースもメンズもどちらも同じぐらいの割合で置かれていて、カップルで来ても楽しめるお店だと思います。商品のラインナップも幅が広く、カジュアルなものからシック、モードなものまで取り揃えてありました。
価格帯はちょっと高めな印象でした。こちらのシャネルのトップスは約240ユーロぐらいだったかな。こちらのお店も YouTube で見て気になっていたお店。店内は広く、物量は今日見た中で一番でした。お値段も手頃で、探せば何か見つかる、そんなお店です。こちらのお店は前回ベルリンに行った時に若者がたくさん店の前にいて、それで気になって入ってみたお店です。店内に入ると古着のリメイク商品がたくさんずらっと並んでいました。他の人とは絶対に被りたくないという個性的な方にとてもおすすめなお店です。私たちセコンドルームはついにメンバーシップを始めます。動画で見たあの商品がライブコマースであなたのもとに、ヨーロッパからダイレクト新感覚ショッピング、テイクティーズが1000人、セコンドルームが3000人の登録者様を達成したらメンバーシップをスタート。チャンネル登録応援よろしくね。ハロー、ヒアパーソン、ダンケシはい、ベルリン2日目の朝でございます。今は朝食を食べにカフェに来ました。ル・ボンっていうパンケーキとかブランチが有名なお店です。クロイツベルクっていうところにあって、まあ、その辺の今日は古着屋さんを回っていこうかなと思ってます。前回ベルリンに行った際のカフェがとてもとても良かったので、ぜひ気になる方はこちらの動画も見てみてください。ねえ、あそこだって人気っぽかったよね。並んでたし、これはこれで美味しいじゃん。タイプが違うけど、うん、しまっと。この間のは結構生地がしっかりしててさ、中までこうシロップが染み込むタイプだったけど、これはこれで美味しいよ。このグラノーラがあれなんだって、手作りなんだって。レディース。ここクロイツベルクには個性的な古着屋さんがたくさん集まっていて、ここハレルヤもそのうちの一つです。デザイナーズヴィンテージのものから個性的なリメイク商品までずらっと並んでいます。メンズもレディースも充実しているので、カップルで行っても楽しめます。
カフスが可愛い。ちょっと短めかな、丈が。はい、好きな色。ちょっと分かった。可愛い。プラダスパ。なんか制服かな。かわいい。あ、これマルニだ。かわいい。ストライプパンツマニアみたいな。1軒目のヴィンテージショップ行ってきて、なんと日本人の店員さんがおられて、男の子だったんだけど、すごい優しくて、その今回の行ってきたヴィンテージショップが普通のヴィンテージブランド物とかもたくさんあったんだけど、ヴィンテージと最近は若いそのデザイナーさんの支援っていうのをやってるみたいで、そのベルリンと最近はウクライナのデザイナーさんの、その若いデザイナーさんを応援するっていう意味で、その古着とかリメイク商品を置いてる、作品を置いてらっしゃるというお店でした。すごいね、面白くて一点一点個性的なアイテムもあれば、ハイブランド物のヴィンテージも揃っていて、値段もすごくお手頃価格で、すごくおすすめのお店でした。またここら辺のおすすめのお店も教えてもらったので行ってみたいと思います。こちらのお店は以前行ったことがあるのですが、移転オープンされたとのことで裁縫してみました。ですが前の方がクオリティが高かったかなという印象です。ちょっと残念でした。ここは先ほどのヴィンテージショップのお兄さんにおすすめで教えてもらったお店の一つです。店内はとても広く、レディース、メンズともに充実、見応えたっぷりなお店です。私たちもここに、そうだな、2時間ぐらいかな滞在しました。基本的にはカジュアルなお洋服が多いかなという印象です。お値段もお手頃価格のものが多く、何か見つかるんじゃないのかなというお店です。
さっきの男の子が古着屋さんの兄ちゃんがおすすめしてくれた古着屋さんに来て、私はこのフェザーの帽子を購入したいと思います。このお店はバランスがすごく良かったです。スポーツものからハイブランドものもあるし、もうなんか物量もそこそこあるし、お値段もそんなに高くなく、お手頃な価格で買えるものも多かったです。なのでもう来たら結構、私たちも結構長いこと1時間以上結構楽しんでるんだけど、見応えがある、すごくで、オリジナリティのあふれるアイテムもたくさんあってとても楽しかったです。おすすめしてくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。購入品のコーディネートについてはインスタグラムで投稿する予定なので、ぜひそちらもチェックしてみてください。この動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。